県出身のミキです。高校3年生の17歳です。特技はバドミントンです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうぞ。17歳高校3年生です。じゃあ18になる年ってことね。はい、あ、はい。今高校3年生でしょ。そうです。そうだよね。バドミントンやってたの、ずっと。バドミントンは中学校1年生から3年生で、高校1年生にちょっとだけやってますね。うん、あ、そう。はい。他に何か趣味的なものもあったりしますか。趣味は、カラオケと、ミニチュアを集めることですね。え、何のミニチュアを集めてるんですか。本当、食べ物だったり、食べ物のちっちゃいものとか、なんか、なんていうのかな、サンプルみたいな、なんかもうとにかくちっちゃいものがすごい大好きなんですね。あ、そうなの。はい。そういうのを集めるのが趣味なんだ。そうですね。じゃあカラオケ好きなら歌うまいの。いや、変なの。どうなのカメラ見ながら。はい。でもずっとなんかこの世界に行きたいっていう強い気持ちがあったでしょ。はい、そうですね。すごい強く、もうアイドルになりたくて、もうなんていうの、力が有り余ってるというか。はい、アイドルになりたくて力が有り余ってる。ダンスレッスンも始まってるけどどうですか。楽しいですね。楽しい。はい。まだあのね、初期の初心者向けのやつだからね。はい。これから一気にもう1ヶ月ぐらいは、まあ言ったら基礎をやって、そっから一気に逆立ちがきついんですよ。ああ、逆立ちやるのね。そうなんです。なんか、そうやってたね。なんか頭から怒ってたの。あ、いますね。誰、あれ、あれだよ。あやかの。実は怒られちゃうんですよね。ごめんなさい。ごめんなさい。ガタがでかすぎて手で支えられなかった。ごめんなさい。そういうことか。そうなんだ、はい。そんなことを今やりながらよく繰り返しないでね。はい。あれしてますけど、なんか、アイドルだったらこんなことやってみたいみたいなの、なんかあります。そうですね、まあ、いろんなことに挑戦したいなって思ってるんですけど、まあ、大きい会場で、まあ、ライブをやるのは夢ですね、一番。大きい会場でね、はい、はい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 、そうですね。はい、じゃあちょっと会場を含めてこのなんかネット関係の皆さんで何か聞きたいことありますか。このミキです。ミキ17歳。はい。何か聞きたいことあればどしどし、これタイムラグがあるからちょっとあれかもしれないけど、 あったら言ってくださいね。これちゃんと動いてるよね、今。来い。こんな言っても何も質問ないですか。嘘でしょ。何も質問ないですか、皆さん。憧れてるアイドルさん。憧れてるアイドルさん、会場から来ました。はい。憧れてるアイドルは、私はももクロですね。ああ、はいはいはい。憧れてます。ミキちゃんのダンスを見てくださいって、見せてくださいっていうのが一つ来ましたね。嘘でしょ。うん、今来ました、ここに。誰だったっけ、よく覚えてないけど。ダンスはなんか、さっきほら、みつみがね、ダンスを。やって指ダンス、はい、もうミキも負けてらんないぞっていうようなアピール時間でしょう、きっとね。無茶ぶり。そうなりますね。無茶ぶりですね。無茶ぶりですよ。はい、ミキちゃんの指ダンスまで、指ダンスミキちゃんの指ダンスまで、はい、5秒前、4、3、2、1。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。何でもそうですけど、初めからね、やりきることが大切ですよ。クオリティは高くないですか。高いのか、これが。クオリティはね、はい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 、よかった。パチパチパチ、いろいろね、いただきました。これね、はい、ありがとうございます。ね、いただきました、ありがとうございます。ミキちゃんがお笑い担当、どうだろう。どうでしょう。え、でも楽しいことするの大好きです。そうだよね、はい。あ、そういえばさ、お前一発目さ、はい、あのツイッターの一発目、そうです、なんか目をこう描いて、はい、載せました、ね、いたでしょ、はい、あれどうなんですよ。それです、それです、はい。あ、そう、それね、はい、後でね、リツイートしといてくださいね。はい、ぜひお願いします。そうそうそう、そういうこうなんかところはきっとお持ちなんでしょうね。そうですね、そういう楽しいことをしてますね。はいはいはい、はい、ちょっとそうすると我々もなんかこういじりがいがあるというかね。怖い怖い怖い。シャイニング的にはいろんなことやらせられるぞ、こいつには。いや、怖い、それは怖い、どうしようどうしよう。そういう気持ちで私は今います。やばいですね。ちょっといろいろ考えてますが、皆さん、乞うご期待。やだ。はい、ありがとうございます。